シュタインハイムクレーターシュタインハイムクレーターは、ドイツのバーデンビュルテンベルク州ハイデンハイム郡、シュタインハイムアムアルブヒにある衝突クレーターである。シュバーベン山地の北東端に位置し、ずっと大きなネルトリンダーリースの近くにある。二つの小惑星が斜めに、東北東の方向で衝突したことにより、リースクレーターと同時に形成されたと考えられている。地形図中央級。 シュタインハイム盆地はほとんど円形で、直径およそ 3.5km である。盆地の中央に、今日のクレーター艇からおよそ 50m の丘が、隆起する。クレーター艇は、シュバーベン山地の周囲の純平原面よりおよそ 100m 下である。シュタインハイム盆地は、約1500万年前に、約 150m の大きさと、 およそ秒速2 0トルの速度を持った隕石の衝突でできた。爆発のエネルギーはおよそ1018ジュールが放出されたと推定されている。最初にクレーターは約2 0 0ルの深さで発達し、続いて岩石が反発して約1 0 0ルの高い中央球を作った。衝突がクレーター湖を作った後、陸化してベンタル谷によって侵食された。 50メートルの堆積物から化石が見つかっており、その時代からシュタインハイム盆地がおよそ40キロメートル離れたネルトリンガーリースと同時に発達したことがわかる。したがって小さな衛星を従えた小惑星が衝突して2つのクレーターを残したことが示される。シュタインハイムクレーターのシャッターコーンシュタインハイム盆地難塩の隠れき化した 石灰岩ひらまきがいるイカ石が豊富な海砂層ソクレーター園はジュラキの石灰岩からなり石灰岩は部分的に破壊されて隠れ気岩を形成しているボーリング調査によるとクレーター底は隠れ気岩によって埋められているこの隠れ気岩は衝突で高く投げ飛ばされクレーターへ降下した岩石物質からなる中央球は クレーターの外側ではおよそ300メートルの深さにある、より古いジュラキの石灰岩からなる。中央級の石灰岩において、いわゆるシャッターコーンが見つかった。これらの表面微細構造は、岩石から衝突の衝撃波の伝播した結果である。シャッターコーンは1905年に、シュタインハイム盆地で世界で初めて認められ、記載されたが、 当時それらの生因は説明できなかった。今日それらは、多数の他の地球上クレーターからも認められ、衝突の明瞭なインジケーターと考えられている。クレーターが、湖となっていた時代に形成された、故障性堆積物中には、中シニオの種樹の化石に富み、シュタインハイムボンチはこの時代の化石研究において、最も重要な場所の一つに数えられている。すなわち、 脊椎動物の化石が多数発見されている他に、素晴らしく豊富で状態の良い淡水性海類の化石が見られることで有名で、いわゆるスティンハイーマー春根サンドと呼ばれているのが、それである。1862年、古生物学者、フランツヒルゲンドルフは、ここの堆積物中のヒラマキガイ科のヒラマキガイ属、ジャイロルスの殻を調査し、殻の形が古い堆積層のものから、 新しい体積層のものへとゆっくり変化していることを述べた。この平巻貝の殻の全自変化に関する研究は1859年にチャールズ・ダーウィンが出版した種の起源における進化論を最初に追認したものであった。シュタインハイムアム・アルブヒの町は1978年にシュタインハイム隕石クレーター博物館を開いた。そこは シュタインハイム盆地の地質歩道の出発点にもなっている。クレーター南苑から見たシュタインハイム盆地。シュタインハイム盆地の北部東端から見たシュタインハイム盆地とシュタインハイムの町。宅地があるのが中央級。背後に見える山が盆地の千円。ありがとうございます。